はいどうも皆さんこんにちは FX 専業トレーダーダの翔太です、えー、こちらはですね、えー、ドル円の1時間足を、えー、表示させているんですけども、えー、先ほどですね、えーまあ、僕の FX 教材の、えー、中の、えーまあ、僕の一番の自信作である「翔、え、太、ー、式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法通常版」というものがあるんですけど えー、こちらの、えー、ロジックを使ってですね、えー、とあのドル円のこちら今1時間足なんですけども、えー、とさっきも言ったんですがこの1時間足ベースで、えー、そのショ昇タ式オリジナルウォルフの、えーロ,ジえー、ロジックを使って、えー、約26ピプスですね、えー、獲得することができましたんでちょっと、あのー、その解説をですね えーまあ、ちょっっとと軽くやっていいいきたいと思いますもちろんあのこちらはあの教材として販売しているロジックなので全てを語ることはできないんですけども、まあ、あの購入しようか、えー、迷われている方あの結構あのたくさんいらっしゃいましてですねあのそんなあの購入しようか迷われている方の、まあえー、参考にね、えー、少しでもな、えー、れたらなと。 いう、そんな感じでございます。で、えー、僕が、あのー、まあ、エントリーしたのが、えー、こちらですね。この陰線。ここの陰線。ちょっともう一つ大きくしますね。えっ、ー、と、この陰線ですね。この陰線が、えー、確定したタイミングで、えー、すぐに買いエントリーしました。えー、ま、根拠としては、ここで買いエントリー入った根拠としては、 あのまあその昇太式オリジナルゴルフの、えー、ロジックの、えー、まあなんていうんですかねあのエントリーチャンスというか、えー、エントリーポイントとして、まあ、まずここが合致しているということですね、まあ、それはまあ大前提の話なんですけどでそれプラス、あのー、ここ緑色の水平線引いているのがわかると思うんですけどこの111.240 ここっていうのが、あの、前日の4月27日のこれ、終わり値なんですね。で、この終わり値のところでちょうど、えー、下げ止まったんですよ、ここ。でなおかつ、このタイミングで、こちら、この二重二重 e m a が二重 s m a をこれ、上抜いてますね、このように。 こういった、えぇ、ー、まぁ、あ、翔式オリジナルウォルフのロジック、プラスアルファで、あの、こういった、あの、いろんな根拠がですね、えー、集中したんですね、ここ。あ、なので、あ、ここはもう、上がるだろうなと。余裕で上がるな、これは、ということで、もうこの陰線確定したタイミングで、もうすぐに回エントリーですよね。 で、えっ、ー、と、決済ポイントは、あのー、こちらは、ショ昇タ式オディショナルウォルフカードトレード必勝法のロジックに沿って、引いているラインですね。うん。まあ、こちらは、まあ、あのいつもお見せしているんですけども、あのー、こちらの、この、ラインに、えタッチしてきた、ここのタイミングですね。なので、えー、まあ、本当に、えここの、 111.240でえ買いエントリー入ってでここまで取れたって感じですね、うん、でこの値幅がですねえ約26ピプスなんでまあ26ピプス取れたということなんですけどまあ約ですね、うん、あの詳しく言うと25.7ピプスですね、うん 詳しく言うと25.7ピプスなんですけど、まあ、えー、今回ちょっと約26ピプスということで、えー、ちょっとまあ言っている感じですが、まあこんな感じで、あのー、なんていうんですかね、そのショータ式オリジナルウォルフの、あのー、すごいところですね。すごいところをまず、えー、ちょっと解説したいんですけど、この要線、見てもらったらわかると思うんですが、あの、 吸い寄せられるようにスーッと動いてくれるってことですね。これがショー太式オリジナルウォルフの、えー、ロジックがあの当てはまった時のやばさなんですね。すごさ。これが。要はこう長期戦になりにくいってことなんです。うん。このスーッと本当にこのライン目指してあのタッチしてくれるケースが結構多いんですよ。 でその FX というか、まあ、投資で嫌な点って言ったら、まあ、そのエントリーしてからあの決済、えー、されるまでに結構あの時間がかかったり、えー、するのって嫌じゃないですかで僕は嫌なんですよそういうの,あのスーッて言ってほしいんですねこういう感じであの短期決戦でそんなに何て言うんですかねポジションもずっと保有するの嫌だから だから僕はまあ短期決戦で終わることができやすいようなロジックをですね今までこう研究してそれでまあ,あの独自独自にこう編み出したそのまあロジックでまあこれまでこう戦ってきてですねあのまあ勝ち続けることがまあできているというかまあそういう感じなんですけどもあのまあ そう,いったロジそういったロジックをですね、まあ、その FX 教材にして、まあ、皆さんの、まあ、お役にね、少しでも立つことができたらなと。まあ、一、えーまあ、人でも多くのこう、なんていうんですか、あの上昇トレーダーが、まあ、僕の、まあ、情報をもとにしてですね、まあ、生まれてくれたらまあ嬉しいなっていう思いで、まあ、僕はやってきているわけで、でだからその、なんていうんですかね、できる限りその、 なんていうんですかね、えーまあ、今回で言ったらその昇太式オリジナルウォルフカードトレード必勝法通常版を、えーまあ、例えばのご購入してくださった、えー、方の方にとってですね、えー、そのストレスをあんまりねかけたくないなっていう思いがねあったんですよねでそのまあ FX でいうところのストレスって言ったら、えー、先ほども言ったように、まあ、エントリーから決済に至るまで 結構長期戦になっったりするのってあのこれは本当に、うんえー、もう FX でストレスがかかる、えー、かかるランキング第、まあ、ベスト3ぐらいにはね多分これ入ると思うんですよね。うんまあ一番は、ま、あの負けが何回も続く続いたりするっていうことだと思うんですけどまあその次ぐらいだと思うんですよねあのエントリーしてまあその勝つのはいいけどその何て言うんですかね 決済までにすごい時間がかかるとでなんかその勝って嬉しいんだけどもうその精神的にはもうズタボロみたいな、うん、これはあ,のあんま理想的ではないですよね、うん、そこで、まあ、あの短期決戦になりやすいような、えー、ロジックの開発を、まあ、僕はちょっと独自にね研究を重ねて重ねてそして編み出したもの それが、まあ、焦多式オリジナルウォルフカドトレード必勝法なんですね。うん、で、まあ、この要線に見られるように、まあ、吸い寄せられて、まあ、このラインにタッチしてくるわけですね。こういうところが、まあ、魅力の一つだったりしますね。うん。スーッと吸い寄せられるという、そういう感じです。まあ、あのー、なんていうんですかね。 えっとまあ、トレーダーによってはですねあの時間がかかるというかそのエントリーしてからその決済されるまでの、えー、まあ時間がこう長い手法の方が好きだみたいなちょっと変わったトレーダーもねもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、大半のトレーダーがやっぱりその,あの思い思い通りの方向に まあエントリーしてから決済されるまでに思い通りの方向にもうスルスル動いてくれた方があのいいと思うトレーダーの方が絶対多いと思うんです。うん。だからそういったあのロジックをあの僕は何て言うんですかねあの重要視しているというか大事にしている感じですね。うん。だって嫌じゃないですか。あのエントリーして。 めちゃくちゃゃく時間かかそのまあ、えー、今日アップしたその、まあ、僕の愛車の、えー、ベンツの車内でいろいろと最近、うん、あの語ったりしてる動画もアップしてるんですけど、まあ、その中で、えー、あの言っていることではあるんですけども、まあ、その時間的自由 経済的自由、精神的自由。まあ、これら3つの自由というのは非常に大切だと思うんですよね、僕は。で、その、なんだろうな経、経済的自由が満たされても、あのー、時間的自由だったり、精神的自由が満たされなかったら、これはね、なんか貧乏と変わらないような感じがするんですよね。なんかこれら3つの、あのー、自由は全て獲得できてこそ、 本当の自由というか、うん、あの、なんていうのかな。え、お金持ちというか、あの、本当の意味での成功者というか、なんかそういうふうに言えるのかなっていう気は僕はするんですよ。うん。だから、そのお金が、まあ FX で言えばですね、あのお金が稼げて、えー、お金はあの FX でどんどん稼げるんだけども、 えー、そのエントリーから決済に至るまでの時間がすごい長くてあのその間こう不安で仕方ないともう精神的ズタボロだみたいなでもまあ一応勝つからあのどん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 、まあえー、お金はどん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 増えていってるとでも精神的にはちょっともう辛いと、うん、であのー、エントリーから決済までにかかる時間があの長いもんだから不安になってチャートをずっと眺めちゃうみたいな要はこれ時間的自由もないですよね 他にどっか遊びに行ったりとかそういうこともできないわけですよ。ずっとチャートと向き合ってるんで。これってなんか微妙だなって思いませんかね。だから僕はその経済的自由、時間的自由、えー、あとそうですね、精神的自由、これら3つが揃ったような、あの、やっぱロジックで、やっぱこう、FX と、あの、まあ相場と向き合って、まあトレードをやっていくべきだと僕は思いますし、 あの、まあ、人それぞれ考えは違うかもしれないんですけど、やっぱりその、これ,これら3つの自由を、えー、手に入れたいという方の方がきっと多いんじゃないのかなって思うんですよね。だからそういう方は、もう本当、大いに、このショータ式オリジナルウォルフカドトレード必勝法の、 えー、ロジックを、まあ、ぜひその参考に、ねえー、していただけたらいいんじゃないのかなと思います。で、まあ、その昇太式オリジナルオールフの通常版の方は、あのまあ、何回も言ってるんですけど、これは。あの、まあ、えっ、ー、と、購入者限定サポート動画というのをですね、えー、と新しいのができたら、これは随時、DL マーケットの方で、メールを通してお届けしているわけですね。だから、その1回買ったら、 どん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 こう新しい、えー、購入者限定サポート動画も、えー、手に入れることができるんでだから学びの量があのもう無限大だというふうに思って、えー、いただけてもあの、まあ、過言ではないというかそういう感じの教材なんですよね、まあ、シンプル版の方はこの購入者限定サポート動画ないんですけど通常版の方にはまあお付けしているって感じなんですよねうん で、そのシンプル版、ただでさえその通常版の方は、そのボリュームが圧倒的に多いんですよね。うん。まあ、その約100ページにも及ぶ PDF、そしてえ約1時間半にも及ぶえ動画解説。えー、もう、だから相当学べるわけですよ。だから言ったら、その昇太式オリジナルウォルフカードトレード必勝法のロジックえ以外のこともいろいろと解説してるんで、 本当にさまざまな、えー、ことが学べます。うん。でもちろんこの無,あの無料で、あのー、公開しているこの YouTube の動画講座ではお話ししていないような、えーまあ、本当に秘匿性の高い裏技的な、えー、ロジックの解説などもたくさんしてますし昇太式オリジナルウォルフの えー、まあたくさんの、えー、事例ですね、うん、例えばその,いあの1時間足ベース、まあ、今回みたいにその1時間足ベースでのショー太式オリジナルウォルフの解説だったり、えー、1分足だったりとかさまざまなんですよさまざまなこれ本当に1分足から、えーまあ、あの突き足まで本当オールラウンドで、あのー、使える要はあのー まあ、応用することが可能なというか使えるあの万能型の、えー、万能型トレード手法だという風に、えー、思っていただけても、えー、いいんじゃないのかなっていう、えー、それぐらいあの本当に、まあ、どの時間足でもあ,の、まあ、あと、えー、どの通貨ペアでもあの本当に機能してくれるところは本当に機能してくれる、えー、そんな万能型のトレード手法なんで。 あのどういったトレードスタイルの方にもあの、まあ、おすすめできるというかうんなのでその最良トレード手法を極めたいという方は本当にうってつけなんですよねでその、まあ、今もしあの甘い言葉に誘われて例えば自動売買ソフトやサインツール などの、その、機械的なトレードに、えー、えまあ、身を任せ、身を任せようとしている方はですね、まあ、それはね、その、まあ、個人的にはやめ、あの、それはやめとった方がいいと思うんですけど、どうしてもやりたいんだったら、まあ、やってみたらいいと思うんですよね。でも、それは多分、数ヶ月後とかにきっと気づく、気づくはずなんですね。なんか、あ、翔太さんの言ってた通り、あの、最良トレードを最初から、 あの極めるようなあの行動をしとけばよかっったなという,ふうにきっと後悔すするはずなんですねであの後悔してからでもいいんであの、まあ、その際は、まあそのまあ、僕の教材を参考に、えーまあ、ともう一回こう再挑戦っていう真、まあままあ、新しい気持ちでまた FX と、まあ、向き合って見るっていうのも一つの、まあ、なんていうんですかね考え というかまあどうせね、まあ、あのどうせその裁量トレード手法はまあ極めなきゃいけないって、まあ、いつかあのどうせ気づくと思うんで、まあ、最初から裁量トレード手法の、えーまあ、教材をあの、まあ、重視して、まあ、購入された方がそれは絶対いいんですけどで、まあ、あとその独学で あのまあ、やるのはまもってのほかなんで独学でやるっていうのは本当にやめたほうがいいですあの独学でもしやろうとしてるんだったらもうその僕のこの YouTube の動画講座を見るかあの、まあ、資金的に余裕ができたらもう僕の FX 教材を迷うことなく買っとくべきですね、うん、それで、えーまあ、徐々に徐々に裁量トレード手法というものをまあ極めていただいて、うん、それでまあ自分のものにしてどん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 ,どんその あなたの,そのまあえ資産をですねどんどんどん増やしていってそれであなたの,その夢ですねえ夢とかいろいろとあの目標とかいろいろとあると思いますけどそこでお金が必要だったらそういうところにまあお金をあのどんどん使っていってえもらってそれでまあ幸せなね人生をえー歩んでえーいただくことがえできるんだったら えそれは僕にとっても非常に本当に嬉しいことですしえまあその僕の情報を元にしてそうやって FX で勝てるようにえまあなっていただけるっていうのはあのまあ僕にとっての,まああの今現在での一番の喜びだったりもしますんであのあそんな気持ちでねまあ僕はまあ FX 教材をまあえ作っていたりするわけなんですけども <laughs> まあだからぜひ まあ、参考にね、していただけたらいいのかなと思います。まあ、ほんと、機能してくれるところはこのようにスーッと機能してくれますんで。で、この後の動きとか見ても、これ、あの、もうよくわかると思うんですけど、あの、ここで抑えられて、ここで下がって、で、またもう一回上がるんだけど、これ実体で、このラインを軸に、このラインをベースに、これ実体で抑えられてますよね、こことかも。だから、 どん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 効いてくるんですよ。このライン今後も。うん。これがね、また、その翔太式オリジナルウォルフのロジックに沿って弾いたラインのやばさだったりあのするんですよね。うん。なので、なんかまあ、本当にね、なんて言ったらいいんですかね。この言葉で、その、もう、なんだろうな、こう、いくら伝えても伝えきれないぐらい、えー、まあ、 素晴らしいロジックだと僕はそういうふうに感じてます。うん。で、まあ、そんな感じですね。で、その、まあ、無料でね、<laughs> 無料でどこまでその、このロジックについて解説、解説できるかなっていうのが、すごい毎回迷ってるんですよ。うん、どこまでだったら言うていいのかな、みたいな。あの、なので、その、まあ、まあ、僕はだから、 なんて言うんですかねこのラインぐらいだったら、まあ、あのまあ見せてもいいかなみたいな、うんまあ、そういう感じで、まあ、あの解説してきてるんですけど、うんまあ、そういう感じなんですねあんまりこう深いところまで言うとちょっとあのそれはそれで、えー、まあこう、まあ、僕の方がねあのちょっと僕こちら側で。 ちょっとも問題になってきますんであんまり言えないんですよねやっぱその教材として販売してるんでねうんもっともっと言いたいところではあるんですけどもだから気になる方はまあ本当に教材を購入してあのー、まあ PDF と動画解説、まあ、じっくりと、えー、ご覧いただけたら、まあ、この手法のやばさにね、えー、もう本当に気づくと思いますんで是非、まあ、本当に えー、もし買われた方はですね、えー、まあ買われた方というかもうこれから買うという方はですね本当にこう、えー、もう楽しみにね、えー、このロジックのやバさを楽しみに、えー、待って、えー、いただきたいなというそんな感じですね本当に FX がすごく楽しくなってくると思,う思います、うん、うわここでもショー太式オリジナルウォルフ聞くなみたいな感じでやべえなこれみたいな多分なると思うんでねうん まあそんな感じですね。まああのー、ちょっとねリクエストがあったんですよあの最近あのー、あの翔、ー、太式オリジナルウォルフの、えーまあ、1時間足時間足ベースとかで翔太式オリジナルウォルフの、えーまあ、解説をやってほしいですというそういうリクエストもありましたんでであのー、まあこうね、まあ、その直近であのちょうどその翔太式オリジナル ウォルグの、まあそのロジックがですね、まああの、当てはまりましたんで、あ、これは、あの、ちょうどいい機会だなということで、今回解説させていただきました。はい、まあそんな感じですね。えー、今回の動画は以上になります。えっ、ー、と、まあ、えー、ショート式、えー、<laughs> すいません、えっ、ー、と、最後にお知らせを忘れてたんですけど、えっ、ー、と、まあその、<laughs> あの僕が販売している FX 教材のショー太式オリジナルウォルフカードトレード必勝法通常版のリンクをですね、この動画の下の概要欄に貼っておりますので、もしご興味あればですね、ご参考にしていただけたらと思います。で、この動画の下の概要欄には、他にも僕の LINE アットのリンクだったり、あとブログのリンクだったり、いろいろと貼ってますので、良ければそちらもご参考に にしていただけたらなと思います。というわけで、翔太でした。ありがとうございました。